スーパースターサッシーに教えてもらったスペシャル配合巻き絵を外し込みました。これから仕掛け作りとかね、いろいろ準備していきたいんですけど、ちょっとね、磯ってことで、磯でクソでっかい小ブダイ釣ったろうかなと思って、いろいろ考えてたら、4、5日前に、おっ、この方法があるわと思って、ひらめいたやつね。まあまあ、いろいろね、教えてもらったやつを融合して、で、ここ一回来て、鍵でやって、真下や言うても、斜めやから、かぶせ釣りでは落とされへんから、釣りにならへんかったんやけども、打ち込みでも同じことが起こるんかなと。今日もねちょっとうねりあるし、そしたらこの方法があるやんっていうのを思いついたんで、ね、それをやっていきたいと思います。スピニングでやる方が勝負早そうやねんけど、コブダイどうせならベイトで釣りたいやんってことで、ベイトタックルね、いろいろ考えた上で KOZ エクスペーションにこだわらず、そうやん、 KOZ プロデュースのこんな竿があったやんということを思いついたのが、ライギロットマグナマスキー KOZ3 の80スーパーヘビ SH77 と何が違うかって、3インチやねんけど若干長い、このね手前のバンクをクリアするのにこの3インチはちょっと大きいんちゃうかなと思ってるのが一つと、やっぱりライギロットパワーあるんで、パワーがある分、まあ今日なんか一人で来てるし、ランニングまで一人でやらなあかんからいうことと、今日はねメインラインをなんとですよ、ショックリーダー、普通に道糸に使う糸ではなくて、ショックリーダーの80ポンドバリバスのねナイロンショックリーダー80ポンドをメインラインとしてこのねカルカッターの400に巻いてきました。ここまではライギョタックルやけど、ここから先はちょっと違うよという道具作りをしていきます。これね僕の思いつきっていうか、まあ苦肉の策というか、これだったらこの沼島の磯からの巨大コブダイが京都流に釣れるんじゃないかっていう仕掛けになりますんで、餌釣りの人の仕掛けの流用ではありますが、ちょっとスーパーグッドアイデアが浮かんだんで見とってください。まずはね浮き止めをつけます。浮き止めはねこれ差し込んで、まあこんな距離差し込む必要はないんだけども、これをグッと入れると、まあ1個でもええねんけど、とりあえず2個入れました。でギュッと締めると、両端ねギュッギュッと、まあ餌釣りをしてる人はねこんなん知ってるよって感じやけども、まあルアー釣りの人はねなかなか見かけへん仕掛けだと思うんで、まあワームシンカーとかをね止めるのも一緒の理屈です。でなんでこのゴムじゃなくてマテリアルが糸なのを使ってるんかというと、まあこの80ポンドっていうね道糸でもこの太さ通れへんからこそ、この糸でできたやつを使っております。ここは真下で13メーターぐらいあるって言ってたんで、まああんまり遠くを探るつもりはないんだけども、まあこの浮き止めがないと釣りにならないんで、まずこの浮き止めを通しました。僕は2個使ってみます。このまあ糸でできた浮き止めです。こうしてる間にも巻いて釣り場作りポイント作りをしておきます。こういうね手前に落ちたやつ結構あるんで、帰るときはしっかり流して、落ちない場合はブラシでこすって帰りますんでね。まあ余談なんですけど、前ね一回ロックやりに行っとった時にオキアミが残ってたんをスズメバチがね何回も食べに来て、すごい怖い思いしたことがあるんでね、もうこういうのはまあ鳥にしろ危ないスズメバチとかも来るかもしれんと思ってね、次の人のためにねしっかり流して帰るようにしましょう。次に何を入れるかというと、下力、これ八方下りってやつを買ってきました。これは何号だろう、4号八方下りの4号っていうのを買ってきました。これを通して、そしてまあ浮き止め使ってるからなんとなく気づいてるとは思うんだけども、浮きをこういうね
見やすい。できたら当たり見てもらおう思って。浮きを中通しのね、浮きを通します。で、浮き止めでこの下り浮きが止まって浮きも沈みますよという図式を作ります。この状態ね。で、このまましてると浮きが抜けてまうから、まず最初に何をするかというと、これですわ。サッシーに教えてもらいました。カラマンボウ、こんなやつね。何のこっちゃって僕もあんまり分かってへんねんけど、これをつけへんとえらい目に遭うって言われたんでつけますどんなえらい目に遭うかも知らんねんけど、まあ糸が太いんで、とりあえず一番大きい台っていうのを買ってきました。台、これは浮きゴムを通して、まずは浮きゴムを通して上下ね、細い方から刺して、 上向きになるように、細い方から刺して下向きになるように、太い方から刺すと。そしてまずね、これを上下に刺してやると。まあ浮きはもうちょっと深くするんですけども、これでこれ以上浮きが下がってきませんよっていう状態になって、まあ釣りするのにも絡みにくいし、操作性も優れるという商品だと思いますまだ実感を浴びじわったことないんでね、分からへんけども、浮き止め、下り浮き、浮き、カラマンボっていう順番につけました。そして次はね、いつもぶち込みの時もこれつけてんねんけども、親子サルカの 2×3 ってやつを買ってます。まあ、これでいいんかどうか分からへんねんけどもまあまあ今までトラフったことはないんで、まあまあ赤目の餌釣りをする時もこれを使ったりしてるから、まあまあ相当強いんじゃないかなと思っております。まずはこの道糸となる糸の先に親子サルカンを結んじゃいます。まあ結ぶのはね、自分の自信のあるノットでいいと思うんですけども、僕はユニノット、ノットで連結しました。もうね、しっかり締め込みをね、しっかりして、で、なるだけね、トラブらんように短めにしっかり締め込んだ後に、あまりね出さない。まあこうやって5ミリぐらいまで、これぐらいまでにしといて、カットしました親子サルカンってことは、一応捨て重り式の仕掛けを下につけると、浮きの下に捨て重り、こうしてる間にまた巻くと。ちょっと緩いな、ちょっと水入れすぎましたね。全然その辺が分かってへんからな。とりあえず35ポンドと矢引きぐらい、弓を引くね、矢引きぐらいの長さで、まあまあちょっと長すぎるねんけど、とりあえずこれでカットしといて、仕事しやすいように先カットしておきます。そして親子サルカンの今度ね、一番上に道糸をつけたんで、下になる部分に重りをつけるところをつけます。カットしたラインは持って帰るしつこいようですけども、これは必ず絶対に、そしたらですね、ハリスなんですけども、フロロの80ポンドを使います。これはまあとりあえず1キロぐらい取っておきましょう。これを今度はこの親子サルカンの真ん中ね、親子っていうことだったら、これは子供の部分になるんやろうね。ここに結ぶんだけども、これよれてるでしょ、くるくるってなってるんで、ちょっとねまっすぐなるだけこのくるくるがまっすぐなるように、伸びるように
引っ張ってストレッチして、このね真ん中、この親子さんの子供さんの部分ね、ここに結びつけます。僕の結び方です。メインラインとこの通したひげを越えて下に向かって1、2、3、4回で、この穴ねに通して濡らして締め込むと、これだけです。仕掛け作りはね、簡単で強いが一番いいです。ビッグフィッシュどんどん釣ってんねんけど、いろいろね、マグロ釣ったりいろいろ釣ってんねんけど、このノットで取れんかった魚がいないですね。簡単シンプルに強く作るのが一番釣りに対して有効性のあるノットだと言います。今度は針ね、フックなんですけども、今日はねバナメイビを使うんで、グランドパイク、僕はこの針、ジギング用の針なんですけども、めっさ強い、ちっちゃくてもめっちゃ強いから、この針の20を使います。でここね、あのルアー用だから愛があるんで、ルアー結ぶように結んでもええやろし、より確実性を高めるために僕は針先のある方、内側から通してで折り返して、上に向かって1、2、3、4、5回巻く、針に巻きと糸を重ねて巻きつけて、この穴に戻し、これ外掛け結びです。締め込むときは濡らして、重くそ締め込みます。ガッと、プライヤーがある場合はプライヤー使って、よし、グッと、これです。そして余った糸はチョンって切ります。切ったゴミは必ず確実に完璧に持って帰ります。こうしてる間にまた餌を撒くと。餌釣りはまあまあ忙しいことが最近分かってきました。およそ終わったんだけども、これから大事なことをやります。褒めたこっかを盛り付けるだけなんだけども、今からまあ多分こうした方がいいやろうなと思ってることをやりたいと思っております。EX スナップ、これ釣りの時はもう作っても使わんでもいいねんけど、まあとりあえず今日は使おうか、後からも使うようにはしますけども、普段はいりません。ほんまやったらね、捨て重り式のくぐり方はこれ簡単です。8の字結びを作ってやります。キュッと、まあ昆布ですね、昆布を作るだけ、昆布ができました。だから昆布8の字で作ってます。それをまあ重りやった重り、今回はスナップね、スナップを通して一重結び、昆布を超えたね一重結び、この状態ね、この捨て重り式っていうのはほんまはね、重り捨てない方がええのは重々やねんけども、魚がかかった時に重りだけ、まあ仕掛け守る意味でも、まあ重りだけ、最悪のこと、張り付いた餌をね水に残すんじゃなくて、まあかかった魚をね、重りが引っかかったことによってロストしてしまうんじゃなくて、重りだけ切れた絵っていうことでつけてる糸なんで、まあノットよりも弱いノットという意味で、このノット捨て重り式の結び方は僕はこうしております。なんでスナップをつけたんやと、後から重りは1個しかつけないんだけども、最初にねこの浮きが沈むぐらいの重りをつけたろうと思ってます。25号をまず1つ、これ25号もねどっかで安いの見つけてきて買いましたこれで重りがちょうどそこに当たるあたりの水深を測りたいから、今ね浮き調整するのに重りを3つつけました。これで1回ね、この今の
現状で投げてみたいと思います。これやったら沈むと思うねんな。はい、沈みました。どれぐらい沈むよ。あー結構沈むな。よし、早く回収せななくなるからね。船長は竿2つ分って言っとったから、もっと長い竿が2つね、この水深で浮き下を作っとってんけども、カラマンボウももうちょっと下がええな。仕事しやすい高さ、こんなもんかな。こうやって投げやすいんかな。よし、はい、いくよ。それと、それと、ああええね。ちょっと深すぎるぐらいやけどええわ。浮き止めまた付け替えなあかんかもしれんけども、これで OK にしときます。そしたらこれね、大事な部分、ここまで沈んでもらうから重りをね、2個減らします。この浮きがね、6号30号6と30で、浮力が調整効くやつだということでこれにしたんですけども、この25号1個やと、仕事をしてくれるはずです。これで仕掛けができましたと。そして、まあまあ今のうちにちょっとまた巻いて、もう一つね、これ、この仕掛けのね利点とか教えてくれたんが知念君、サッシに紹介してもらった釣り釣りの知念君に浮き釣りのメリットを聞いたんですよ。で、僕なりにアレンジしてこの仕掛けにたどり着いたんだけども、まあカラマンボウとかね、大体のことは最初サッシに聞いてて、で知念君にも教えてもらって、で、この磯にも一回立ったことあって、自分の持ってるタックルで絶対釣ったりたいと思って僕はこのタックルにたどり着いたんだけども、その知念君にもう一ついいことを教えてもらいました。これバナメイビ飼った状態なんですけども、昨日からねこれまあワームでいうソークやね、ワームオイルに漬け込むというこのチヌにこれだというね、これを漬け込んでおります。するはずですよ。このバナメイビ漬け込み、うおくっそ、おお、臭い、言いかけた、匂いしますわ。これだ、ちょこっとだけソークしとったからね、こっちもソークしときますわ。焼肉のタレみたいな感じなんかなこれ、知らんけど、うお、くさ、ほほほ、ええ匂い、くさ、ちゃうわ、ええ匂いしますわ。もんでもんで、ちょっと入れながらだから、まあいいや、これで次の餌を用意しときました。このエビを使ってやっていきたいと思います。この状態で、まあ針をできるだけなるだけ先まで隠れるようにね、ぐるっと回し込んで刺していきたいと思います。コブダイはああ見えてね、目がええらしくて警戒心結構高めなんよね。うわー、ちょっとこの匂いするのがちょっと嫌やけど、丸め込んで刺します。これでいきます。これでフィッシングスタートします。